ティルビングを手に入れるスーワフルラーメティルビングは、北欧神話の震えた、佐賀に登場する魔剣。オーディンの血を引こスーワフルラーメが、ドバリン、ドリンという二人のドベルグを捕らえ、命を救うのと引き換えに、黄金の柄で錆びることなく、鉄をもたやすく切り、狙ったものは外さない剣を作るように命じた。ドワーフたちは、この要求をのみ剣を鍛えた。しかし彼らは去り際に、 この剣が足機のゾミオサンドは、カナエルが持ち主にも破滅をもたらす呪いをかけたことを、明かし、岩の中へ逃げ込んだ。スーアフルラーメは、ティルビングを帯びて戦場に赴き勝利した。しかし、アルングリムと戦った時に剣を奪われ、これで刺されて命を落とした。その後アルングリムの息子、アンガンチュールに受け継がれたが、持ち主や、近親者がこの剣により死んだ。ドベルグに。 ティルビングを作らせるがアルングリムとの戦いで奪われ、殺害される。スーアフルラーメを殺し、王女ユーフラを略奪する。王女、インゲボルグへの求婚をめぐって決闘。相打ちとなり、ティルビングと共に葬られる。父アンガンチュールの墓を暴き、ティルビングを手に入れる。人を殺して追放される際に母、ヘルボールから、ティルビングを与えられる。後年、オーディンの怒りをカイドレイに殺害される。 七平ズレクの復讐を果たし、ティルビングを取り戻す。イタリック隊は女性。ありがとうございます。